初めてか。ごめん。ごめん。これってその程度なのかよ。私の前から先に消えたのはお前だろ。ホワイトアルバム2、幸せの向こう側、2012年アクアプラス。どうもアラヤンです。さあ今回はカズサとこんなことになっちゃった続きですねさあ行きましょう。やっとお互いにハルキとカズサが気持ちを言い合った後の話ですねその瞬間、俺の中にいる女の子は世界でたった一人だった。刹那のことはもう忘れてるってことですよね。トーマの唇は彼女の思考を反映してか、なんだかとても甘い香りがした。柔らかくて湿ってて熱くて、俺の脳を溶かして夢中で吸わせてしまう魔力を持ってて。なんか同じようなことを刹那とキスした時も考えてたような気しますけどね、ハルキは。夢のような感触の唇を味わうと、ほんの少しだけ開かれた隙間から侵入していく。そこは唇にも増して熱くて柔らかくて、ただ一部分だけはザラついていて。トーマ。そのザラついた舌先を俺の舌先で包み込むと、トーマの全身が思い切りガクガク震え出す。だから俺はますます嬉しくなり、もっともっと深くへとトーマの口の中すべてと絡み合おうと。した瞬間、突き飛ばされちゃいましたね。俺の胸と頬を激しい拒絶の意志が貫いた。そりゃそうでしょう。トーマ。胸を思い切り突き飛ばされ、次の瞬間には頬を思い切り引っ叩かれてた。どこまでも明確な拒絶の意思。ふざけるな。ふざけるなよ。その通りです。もう遅いって。トーマ。俺はお前のことがさ、ハルキがこれを言うのが遅すぎるんですよね。今のトーマはもう俺のことを振り返ったりはしないって。なんで？俺なんか眼中にないんだって。なんでそんなに慣れてんだよ。そう言ってくれればよかったのに。刹那と何回キスしたんだよ。なのにトーマの口から出た言葉は、どこまで私を置いてきぼりにすれば気が済むんだよ。信じられないくらいの悲しみがこもった心からの嫉妬だった。カズサがかわいそうすぎますね。あ、走ってっちゃった。あじゃねえよハルキ。あじゃねえわ。トーマが今度こそ俺の方を振り向かず、全力で遠ざかっていく。ますます強くなってきた雪が彼女のシルエットを隠していく。走れば追いつくかもしれないのに、もう一度トーマを捕まえられるかもしれないのに。降る雪が、そしてトーマの最後の言葉が、俺の両足に突き刺さり、どうしようもなく重い枷となってのしかかる。そこで根性を出して追いかけないと、刹那ん家に来てる場合じゃないですよ。ああ、来てはなかったか。刹那が一人ぼっちで待ってますね。
ああもしかしてそのまま刹那のところにも行かずに家に帰っちゃった感じですか？37度8分か。なんとか峠は越したみたいだね。ってわけでもなさそう。峠ってそんな大げさな。これはでも春近地ですよね。何言ってるの、風をバカにしちゃダメだよ。今朝なんか40度近かったんだよ。嘘から出た誠ってやつですか？そうなんだ、よく覚えてないだろうね。高熱で意識が朦朧としてたんだから。どうやらちっとも大げさじゃないみたいだった。祭日の月曜日、つまり今日はあの日から2日後。だけど俺の感覚ではあの日の翌日。あの日、日が暮れてから都内に激しく降り出した雪は夜半を過ぎてもその勢いを弱めることはなかった。そんな中俺はあの場所で彼女を離してしまった。あの場所で動けないまま、刹那の待つ場所へもたどり着くことのできないまま、ただ立ち尽くしていたらしかった。それで風邪ひいたんですね。雑炊の残り冷蔵庫に入れとくね。前春樹くんに教えた缶詰のやつだけど。こんな風邪の引き方しといて刹那に看病してもらうってひどいね春樹。次に覚えてるのは自分のベッドで震えてたこと、顔を涙でくしゃくしゃにして喉を枯らしてたこと。お腹が空いたらチンしてじゃなくてレンジで温めて食べてね。お母さんの口癖が映っちゃった。その次に目が覚めた時、そこには刹那のほっとした顔と顔に当てられたタオルの冷たさが存在した。刹那。ん？何？お水？ごめん。何が？一つ目はパーティー行けなくて。来れるわけないよ。こんな体調で家を出ようとしたことの方が間違ってたんだからね。二つ目は何？そんな俺の惨状はあまりに都合のいいことに刹那の誕生日パーティーをすっぽかした理由にぴったり収まってしまった。まあ春樹くんの体調管理のまずさに関しては猛省を促したいところではありますけど。ごめん。冗談だよ、そこで真に受けちゃうところが病人だよね。嘘はつかなかったけれど、何も言わないことが立派な嘘となりうる状況に俺はいた。二つ目はわざわざ来てくれて。カズサが風邪ひいた時私お見舞いにすら行けなかったもんね。今回はそのリベンジ。それに頼ってくれて嬉しかったし。ごめん。このごめんには深い意味が込められてそうですね。ほんと謝ってばかり、弱気にも程があるよ。最初刹那を目の前に見つけた時、彼女は俺と連絡を取れないことに心配し自分の判断でここに来てくれたんだと思ってた。けれど後で携帯の発信履歴を見てわかった。俺の方からかけていた。最低ですね春樹。最低だ。3つ目は何？ただパーティーに行けなかったことを謝りたかったのかもしれない。お祝いのメッセージだけでも伝えたかったのかもしれない。今となってはどうして連絡したのか全く覚えてはいないけど、それでも俺は刹那に電話をかけた。自分が倒れていることを伝えてしまった。つい数時間前その気持ちを一方的に裏切ってしまった彼女に。余計なこと考えないで眠ってた方がいいよ。裏切った事実を伝えられないくせに彼女の優しさだけをまた求めてしまった。もっと最低だ。私そろそろ帰るね。お父さんたちも帰ってくる頃だし
どこか出かけてるの？うん、朝からみんなでショッピングモールに。そう、買い物して食事して映画見るって。そういえば誕生日パーティーの日に家族がみんな旅行で行ってないって話は誰も知らないんでしたね。そっか、それもごめんな。刹那も行くはずだったんだろう。いいんだよ、もう今さら家族みんな揃ってってのも恥ずかしいし。そんなの嘘だ。刹那に小木曽家に限ってそんな断絶はない。刹那は俺のために無理をしてる。こんな裏切り者の俺のために。さてと、それじゃあ、あのさ、ん？俺のカバンの中に何？小さな紙包みが入ってて。どうしたの？それを受け取ってほしいなんて。なんでもない。言えないよね。今の俺にそんなことを言える資格なんかあるわけないじゃないか。ぐっすり寝るんだよ。明日も休んだ方がいいな。学校終わったらまた来るから。刹那の手が俺の方に触れる。俺の世話をしてたせいで冷たくて、だからあったかくて涙が溢れそうになる。じゃあね、春樹くん。やめとけって、映るから。刹那の瞳が俺の目の前で閉じられる。吐息が俺の唇にかかる。でも俺はそんな彼女の綺麗で純粋な気持ちをもう受け入れられるわけなんかない。なのに刹那の唇は柔らかくて温かくて早く治るといいね。マジで最低っすね。ああじゃねえってだから彼女がこの場からいなくなった瞬間泣くんかい一生懸命我慢してた涙がとうとう咳を切って溢れてきた。本当なら泣く資格すらないけれど、でもどうしても涙が止まらない。俺は最低だ。優しくても残酷でも、自分のためでも誰のためでも、嘘は嘘なんだ。嘘をつくやつは最低だ。罪悪感に潰されそうになってますね。行ってきます。あ、おはよう。おっと、迎えに来てんぞ。2月14日木曜日。もう大丈夫なの？刹那の誕生日かな。もともと昨日には熱は下がってた。もう大した授業もないから大事取ってただけで。結局俺は2日間病欠した後、本日ようやく世間に復帰した。そっか、完治したんだね。うん、よかった。本当によかった。ありがとう。毎日見舞いに来てくれて本当に助かった。母親は毎日夜には帰ってきたけれど、いつもと同様二言三言言葉を交わすだけで、それ以外は様子を見にも来なかった。だから俺は昨日まで刹那の看病を受け、刹那の用意してくれた食事を食べ、洗濯物は仕方なくしばらく溜め込んだ。気にしないで、私も楽しかったから。彼女の特権だもんね。心にぐさっときますよね、春樹。すごく助かってとても嬉しかった。ありがとう。ずっと心が痛かった。
それじゃあ学校行こうか。せっかくハルキ君が迎えに来てくれたんだもん。遅刻させちゃ申し訳ないしね。あ、ちょっと待って。その前にこれ。なんや？って言い出してくれるのを今か今かと待ってたんだよ。誕生日プレゼント？そんな復帰初日の俺の手には実は大きな包装紙で包まれたカゴがぶら下がっていた。わあ、綺麗。店の人に勧められるまま決めたから、褒めるもけなすもそっちへどうぞ。紙を解くとそこには鉢植えの花。これ胡蝶蘭だね。高かったでしょ？値段は聞かない約束で。ありがとう。すごく嬉しいよ。その渡すのを遅れてごめん。高校生が彼女のプレゼントに胡蝶蘭って、チョイスが渋すぎるんすけど。遅れてないよ全然。うん、今日は2月14日、パーティーの日じゃないセツナの本当の誕生日。やっと動けるようになった昨日のうちに駅前の青果店で選んできたプレゼント。本当にありがとう。大切に育てるね。うん、セツナなら大丈夫だと思ったからこれにした。真心を込めたけれど深い意味を込めるのをやめた。あの時買ったリングは俺の机の引き出しの奥深くにしまい込まれた。俺の心の奥に封をして閉じ込めた。じゃあ私の方からも単なるお返しっていうのはもちろん照れ隠しだからね。あ、ありがとう。そしてこちらも予想された通り、刹那がカバンを開き赤い紙包みを俺に差し出す。チョコレートでしょうかね。なぜなら今日は2月14日、全くの偶然のバレンタインデー。ほら、ついでにカバンの中もご覧ください。他には一つも入ってないでしょ。これだけだよ。それはどうも。その、あ、でもお父さんと高弘には一つずつあげたけど、ま、それくらいは許してね。そんな風にお茶目に笑うと、刹那はいたずらっぽくペロリと舌を出した。寒いね。こうやって刹那と会話してる時、春樹はどんな気持ちなんでしょうね。冬は好きだったんじゃなかったっけ。冬が好きなんじゃないよ、雪が好きなの。雪降ると寒くないか。でも雪さえ降ってればちっとも寒くないの。雪山でも北海道でも平気。刹那の言うことはたまに訳がわからないな。確かに。ああ、またたくさん雪降らないかな。先週末みたいに真っ白に。誕生日パーティーに来れなかったこと思い出しますもんね。ごめんね。いや、俺が悪かったんだから、刹那が謝ることなんかないだろ。ずっと気にしてたから忘れてもらいたかったのにな。ドジだな私。冷たい風とは逆の意味で刹那の優しさがしみる。それは俺みたいにあからさま押し付けじゃない、際立つ容姿とは裏腹の控えめな優しさで。なあ、刹那はどうしてそんなに雪が好きなんだ。え、だって綺麗じゃない。それだけ。おかしいかな。すんごくわかりやすい。けれどそんな優しさを今は直視できなくて。普通なんかこだわりがあるのかって思うだろう。昔見た風景とか楽しかった思い出とか、あと名前とか。ああ、それは私も思ってましたね。刹那に雪って感じが入ってますからね。ああ、そういえばついてるね、名前に雪。あんまり意識してなかったな。そういえばって、ご両親にしてみればちょっと切なくないか。
そんなにただ好きなだけって変かな。はるきくんは嫌い？雪。嫌いじゃないけど、いろいろと不便なのかな。いつもならただ笑って、いや実は俺も好きって答えるはずなのに。電車は遅れるし、人は転ぶし、なのに学校休みにならないし。今日はなんだか意味のわからない居心地の悪さに苛まれ、くだらないことにいちいち突っかかってしまう。それに車はぶつけるし。そんなこともあったね。あの時俺遭難を覚悟したな。まあそれでいい印象なかったのか。でも綺麗だったよね。旅館の窓から見た雪景色とか、露天風呂に降ってくる雪とか。うん、ほんとまた行きたいな。あの時みたいに3人で。もう絶対にありえないですよね。そっか、どうして刹那の言葉に難癖つけるのか分かった。俺は雪が怖いんだ。綺麗だから怖いんだ。綺麗すぎてありえないことが起こってしまうのが怖いんだ。単純にカズサのこと思い出してるだけじゃないですか。刹那。ん？ポケットに入れた手が固く握り拳を作る。俺さ、刹那に。カズサとのことを言っちゃうの、このタイミングで。プレゼントを渡してチョコレートをもらって、本当はそんな日に言い出すことじゃないのは分かってるけど、それは先延ばしにしていた俺の罪。本当ならあの雪の日に話しておかなくちゃならない、いやしてはいけなかったことなんだから。刹那に話が。カズサ。なんでカズサが来るんだ。久しぶり。トーマのこと、トーマの進路のこと、俺とトーマのこと、全部俺が、俺の口から話しておかなくちゃならなかったのに。誕生日おめでとう、刹那。誕生日にかこつけてわざわざ来たわけですね。もしかしてあの雪の日の春樹への口止めって意味もあったのかな。今まで黙ってたのは悪かったって思ってる。ごめんな、刹那、北原。海外行きのことを言ったのかな。2月14日放課後、今年になってから初めての軽音楽同好会のミーティング。議題はキーボード兼サックス兼ベース兼実質的部長担当東間和沙の卒業後の進路に関しての報告。やっぱり海外行きのこと話したんですね。とにかくもう決めたんだ。卒業したらウィーンに行く。なんて。あまりにも突然のお別れ宣言に予想通り刹那は言葉を失い、あまりにも予定調和な衝撃の告白に俺は顔を上げられないままだった。本場でピアノを勉強しながら母さんと一緒に暮らすから、これじゃあ理由にならないか。十分すぎると思う。けど約束破るんだから、ちゃんと刹那を説得してけ。黙っていくなんて許さないからな。あの時の話をちゃんと守ってるんですね、カズサは。トーマは俺との約束をちゃんと守った。こうして直接自分の口から刹那に伝え、相手の驚きや嘆きをきちんと受け止めた。カズサのお母さんって、つまり、うん、トーマ陽子。ピアニストの端くれにして、私の元師匠にして、超放任主義の母親失格者。けれどやり方はずるかった。
家族と住むなんて理由を持ち出されて、刹那が反対の立場を取れるわけがないって十分に承知した上での告白だった。3年前に捨てられたくせに、ちょっと甘い顔されるとホイホイついてくって、私も大概マザコンだとは思うんだけどね。そう、トーマは本当にずるかった。朝から散々俺をシカトしておきながら、今日最後の授業中、俺の机の上にノートの切れ端で作ったメモを放り投げてきた。刹那には絶対に言うな。メモを見た俺がずっと睨みつけてても、昔みたいにどこ吹く風で窓の外を見てた。去年の年末に帰ってきて、それからいろいろと話し合ったんだ。3年前のことも、今のことも。やっぱり、カズサは口止めに来たんでしたね。そこからもトーマは、これがあのトーマカズサかと思うくらい、たくさんの言葉を紡いだ。3年前までの自分は、自分でも気づかないうちに、母親のためだけにピアノを弾いていたこと、自分が感じた手応えとか、コンクールでの観客の反応とか、そういう素人の感想はまるで気にしなかったこと、ただ母親や彼女が連れてきた先生の評価を絶対として、その価値を高めることにしか興味を抱かなかったこと。職業ピアニストみたいですね。それで不満も不安もなかった。頑張って練習すれば大抵の曲はなんとかなったし、辛いとかやめたいとか思う必要もなかった。それが天才二世にして天才の陥った罠だった。芸術家としてもエンターテイナーとしても確固たる地位を築き上げた偉大なる母親は、そんな娘の将来に危惧を抱き、しばらく距離を置いた。いわく自分の趣味じゃないからと。ひどい母親だろ、厳しい師匠だろ、グレて当然だ。でもそれがどうして今になってカズサを連れていくって。二人のせいだよ。あの学園祭のライブを見てさ、私を連れていく気になったんだって。それは本当のことだ。どうしてそう言えるかって、だって俺は東間陽子本人から直接聞いたんだから。ただ舞台の上で遊んでただけなのに、芸術家とか呼ばれる人の考えることはよくわかんないよ。でもこんな風に言われたら、もうこれ以上止められなくなっちゃいますよね。別に受けを狙ったわけじゃなかったけれど、それでも別の意味で狙いまくったあのステージを、なぜか東間陽子は痛く気に入ったらしかった。だから彼女は再び娘にチャンスを与えようと、東間にコンクール出場を勧めた。その結果以下では、今度こそ東間を一緒に欧州に連れていくという約束とともに。けどカズサは本当にそうしたいの？行きたいの？留学なんて。刹那と春樹から逃げたいってのが本心な気がするよね。止められるはずないのに。東間の決意も状況も、もう後戻りのできないところにたどり着いてしまっているのに、それでも刹那は簡単には負けを認めずに。それともやっぱりカズサ、まだ行きたいよ留学、そんなの決まってる。けれど言おうとした言葉ごと簡単に叩き潰される。私やっぱりピアノが好きだ。刹那が何を言おうとしたのか俺には分かるはずがないけれど、母さんも実はそんなに嫌いじゃないんだ。さっきの刹那のセリフは、まだ春樹のことが好きなのかって聞きたかったように聞こえましたけど、でもそれはきっと東間には分かってて、そして言われたくないことだったんだと思う。だから私は自分の選んだ道が正しいって信じてる。だからこそ東間は刹那を正面から見据え、もう決心したんだとばかりにすっきりした表情をしてみせる。親孝行
してくる。これからは刹那みたいないいやつになるんだ私。こうやって普通にカズサが刹那を説得してる姿を見ると泣きそうになるんですけど私まるであの時の弱いトーマを俺の記憶から消し去ろうとしてるかのようにまっすぐな瞳を見せつける。不自然なまでに完璧な強いトーマがそこにいる。だから俺は吐き気に襲われる。自分が嘘を嘘で塗り固めた時と同じ感覚に苛まれる。だからいつかまた3人で会おうな。いつかまた、そういう約束をしてその人ともう一回会ったことないですね私。カズさん、それは今でも刹那が求めていること、そしてかつて俺が求めていたことけど、トーマお前今その言葉信じてないだろう。ただ信じ込もうとしてるだけだろう。ずっと一緒ってわけにはいかなくなったけど、それでも刹那と北原は今の私にとってかけがえのないたった二人の友達だから。心にぐさっときます俺を友達に仕立てることで俺の口を封じただろう。だからさ、だから刹那、しらじらしいぞ。お前と北原は今のままでいてくれ。嘘ばっかつくなバカ野郎。私の帰る場所でいてくれよ。やっぱりずるいよお前、俺をかばおうなんて最低だよ。もうすぐ卒業だね。ああ、もうすぐ卒業なんだね。刹那、トーマと別れての帰り道、俺の手を握りずっとうつむいたまま無言で歩いていた刹那がやっとつぶやいた言葉は、ただの事実ではあったけれど、そこに込められた思いがいつもと違ってた。今まで私、今度の卒業を甘く見てたんだ。はい、ってことでちょっと中途半端なところですけども、結構な時間やってますんでね、今回はこの辺にしときたいと思います。いやー、カズサの刹那を説得するシーン言えてました今カズサが刹那を説得するシーン、カズサの気持ち考えると本当に泣きそうになるんですけどね。ハルキもあそこで、まあカズサからは絶対に言うなっていうメモが回ってきたって言ってましたけど、そこでカズサにかばわれてんの分かってて黙ったままっていうのもね、切ないなー。カズサの気持ちが本当にね痛いです。それと仲間外れを一番嫌ってる刹那がこんな意味で仲間外れにされてるっていうのがまた辛いですよね。その原因は全部ハルキにあるんですけどねうまくいかないですね。さあ、もうすぐ卒業なわけなんですけども、カズサはこのままハルキとのことをなかったことにして海外に行ってしまうのか、それから刹那はカズサとハルキのことに気づかないのかってところが非常に楽しみですね。ってことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたらチャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。